はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。はい、今日はですね、国際協力の中でも JICA 出身で、はい、今野球を通して人づくりをされていらっしゃる、友成さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。早速なんですけれども、自己紹介いただいてもよろしいですか？私はですね、民間企業を経て JICA に転職をして、 JICA の中で NPO 法人を立ち上げて兼業でですね、ずっとやってきて、今 JAVIC アフリカ級ソフト振興機構の代表理事を務めております、友成です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、異色ですね。経歴がこんなね、ちょっとおっさんが出てきていいのかなっているんですけど、いや、めちゃくちゃ興味深くいろいろお聞きしたいなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、そもそも友成さんといえば僕は野球だと認識しておりますので、はい、そもそも国際協力と野球それぞれ何がきっかけで始めたのかっていうところをちょっとお聞きしたいなと思ってまして。そうですね、国際協力ね、僕全然関心なくて、大学時代がね、経済学部だったんですけど、開発経済顧問を取ってたらしいんですけど、はい、大学の時ね、体育会野球部に入ってたんですよね。だから全然勉強する機会もなく社会人になっちゃったんですけど、はい、リクルートコスモスっていう会社、もう不動産会社なんですけどね、うん、でリクルートコスモスはものすごく若い人に力を権限移譲してやらせてくれるので、うん、若い時からいろんな経験ができるなと入ったんですけど、はい、バブル崩壊、リクルート事件、はい、こういったことがあって海外展開ができなくなってしまったので、うん、どうしたら海外で仕事できるのは、やっぱ海外に仕事したいから入ったから、少子貫徹したいなと思ったんです。はい、その時に当時のね、リクルートが出してる転職雑誌があって、リーングっていうんですけど、はい、そのリーングに JICA が職員募集って書いてあって、はい、JICA って実は僕知らなかったんですよ。あ、そうなんですね。全然知らなくて、こんなところがあるんだなと思って、その中に青年海外協力隊を派遣してますって書いてあったんですよ。あれってこの JICA がやってんだって、はい、そこで結びついたのと、はい、3年に1回は海外勤務をしていただきますって書いてあったんですね。あ、じゃあ転職をしようって思って急に英語を勉強し始めてね。なるほど。で、JICA の試験を受けたんですよね。あ、そうなんですね。じゃあもともとは国際協力というよりは海外で、そうですね、っていうところが一番最初だったんですね。海外でね、こうもっとビジネスをやりたいと思ってたんです。ビジネスなんですね。はい、はい、支援とかもうそんな全然関心なくて、はい、起業して、はい、海外で仕事をね、広めていくような形で、自分の中でもある、事業プランもあったりなんかして、それはね、対象はアジアだったんですよ。あ、そうなんですね。全てのアジアの国には事務所があったんです。あ、この JICA に入ってネットワークを作れば、うん、うん、そのネットワークを活用して起業して独立してやってるなっていう、すごいね、下心あって。やばい。じゃあそれで JICA のノウハウとかネットワークを根こそぎ取ってやろうと。一番最初はやっぱり JICA になるとネットワークできますよね。いや、できます、できます。全ての国にね、事務所があったりするから、これを使ってね、やってこう。その転職雑誌を見てそう思ってたわけですね。そうなんですよ。で、入るとね、みんな途上国援助はとか扱ってる人がいっぱいいて、うわ、なんかちょっと雰囲気違うなと思いながら。あ、そうだったんですね。はい、例えば JICA の社会人採用とかって倍率すごいあるとか聞くじゃないですか。そうですね。それは友成さんの時も同じだったんですよね。やっぱり JICA も人の組織だから、はい、人事部長が変わると方針とかも若干変わってくるんですね。で、私がいた頃は大量採用を始めた時代だったんですよ。ODA がすごく予算が伸びて人が足りない、どんどん増やしていこう、新卒時代は回らないから社会人採用ってことで、社会人採用が大量採用された時代の中に入ったんですよね。で、あの頃は JICA の職員っていうのはね、下手に専門性がない方がいいって言われてたんです。なるほど。 JICA はあくまで縁の下の力持ちだから、青年海外協力隊員とか、あるいは JICA の専門家とかね、専門性持ってる人が現地で活躍する、その縁の下になって支えるのが JICA 職員の仕事だから、どっちかっていうと専門性があるよりも営業力があって、交渉力があったりとか、体力があったりとかね、いうことを求めてますって中で書いてあったんですよ。あ、そうなんですね。で、僕は営業やってたし、大学まで野球やってたから体力もバリバリあってね、その時最強チーム4チームやってましたから。意味わかんないですよね、4チームって。実際その時の面接で何聞かれたか覚えてます？あんまり覚えてないんですけど、あなたの強みは何ですかって聞かれたんですよ。その時に私はね、大学まで野球やってましたと、だから体力だけじゃなくて精神力もあります、そしてリクルートコスモスでは営業やってました、交渉力もバッチリですと、で、何よりも体力があるからもう世界中どこでも仕事できますって言ったんですよね。そしたらその時のね、理事の人がニコッと笑ってね、丸印をつけるのが見えたんですよ。そうなんですか。なんか丸つけてるんですね。った。英語はね、あんまりできなかったので、どうかなと思ったんですけど、面接はね、営業もやってるから、相手の求める答えを提出するのがね、うまかったんですね。相手が求めるそのJICA人材像に僕は当てはめてこうアピールしたので、受かったなと思います。あ、そうなんですね。ちなみになんですけど、JICA入ってからはいろんな研修があるみたいな感じなんですか？そう、新卒で入るとすごいきちっとしたプログラムがあって、開発マンとしてのねレールが敷かれてるんですけど、僕みたいに中途半端な即戦力で入れちゃうとそういうのがねすごい少ないんですよね。ただ入ってからもいろんな自分で選択できるものはいっぱいあって、それでやることはもちろんできるんですけどね、でも忙しくてなかなかね、海外出張も多い部署に行ったりするとね、2ヶ月に1回はねいろんなとこに行ってて、その前後ってすごい忙しいんですよね。だからそういう研修とかねやれなかったからね、TOEICの試験も受けたことないんですよ。え、そうなんですか？受ける時期があって、この時受けてくださいって言われる時に限って海外出張があった。結局ねTOEICいまだに僕何点か分かんないんですよ。あ、そうなんですね、はい、ちなみになんですけど、今まで JICA ってどれぐらい勤められてらっしゃったんですか？ JICA ね約30年って言ってますけど、正確には29年ちょっとです。やばー、だいぶ言ってない。長い黄金社会人。そうそう。ちなみに約30年間の中で、ほぼ全部の部署行きました？あ、僕ね割と理想的なローテーションで回ってたと思うんですね。 JICA の職員で最初にまず官房部門って言って、広報課に配属されたんです。その後に今でいう産業開発部っていうねプロジェクトで、アフリカ以外の中南米、アジア、中近東みたいなところのプロジェクトを担当して、もうそこで出張しまくって。なるほど、そこだった。そこがね一番 JICA 職員らしい時代だったんですね。今でいう人間開発部っていうのがあるんですけども、そこで今度は係数管理というか数字の管理とかね、事業を回すんではなくて事業を全体的に見るような部署で予算管理とかねいったのを経験させてもらった後に、今度はまた官房部門に行って、 JICA ってね2003年に独立行政法人になるんですよ。で小泉内閣のね特殊法人改革かで JICA がそれまでは特殊法人だったのが独立行政法人になります。その独立行政法人化準備室っていうのができて、これがまた猛烈に忙しかったんですけど、体力採用でそこに忙しそう選ばれて、まあそこでやりましたね。でその後に尾形貞子さんが理事長で入られるんですけど、ちょうどその時にいたもんですから、ありがたいことにね僕も尾形貞子さんと直接やり取りすることもたくさんあって。そうなんですね。僕の財産になってますけどね。でその後に名古屋にある JICA チューブに行き、 JICA チューブから今度は JICA がですねそれまでの国際協力機構 JICA と JVIC ってのがあって、 JICA と JVIC が統合するっていう時があったんです。2008年、統合した直後の広報課長になったんです。そうね、JBIC のことよく分かんないのにこうしなくちゃいけないから、にわか勉強ですごい勉強したんですけど、JBIC のパンフレットを読んでね、分かんない言葉だらけですごい時間かかって、まあね広報課長だからね一応そういうことも分かんなきゃいけないことで勉強しましたけど、で広報課長になって、で広報課からタンザニア事務所に行って、でタンザニア事務所で3年半やって帰ってきたのが JICA 北海道の札幌ですね。で北海道にいて、その後南スーダンで、南スーダンから帰ってきて JICA 辞めましたってことなんですけど、そうなんですね。その僕のキャリアの中ではだから国内機関と言われるね、名古屋と札幌に1回ずつ、あと事業部が2回かな、人間開発部と産業開発部で、それから地域部っていうのがあるんですけど、南スーダンに行く前に地域部にちょっとで、あとは在外事務所が3か所ですよね。あと官房部門か、だから管理部門もやり事業部門やり国内機関に勤務し在外事務所、ほぼ全部行きましたね。だからね大体まるっと JICA を語れますね。そんな感じです。なかなかいらっしゃらないですよね。なのに30年到達したのに辞めたっていうところすごい気になりますけど、ちょっとそこいろいろ。即退職ね。ちょっとこの動画では友成さんの国際協力に興味を持ったきっかけっていう部分と、あと野球みたいなところのきっかけみたいなお話をお伺いしたんですけど、次の動画では JICA で具体的に何してたのかっていうところをちょっとお聞きしたいなと思います。はい、じゃあ本日はありがとうございました。